自由民主党総裁の菅義偉です。県連の皆さんには日頃から党勢拡大のために大変なご尽力をいただきまして、心から感謝と御礼を申し上げる次第でございます。私自身野党時代に組織運動本部長を務めておりました。当時それぞれの県連にお伺いをし、率直な意見交換をさせていただいたことを大変懐かしく思っております。我が党が政権を奪還することができたのも、地方組織の皆さんが地域に根ざし粘り強く我が党を支援をしていただいている、そうした頃だと思っております。当時の原点を忘れずに謙虚に丁寧に政権運営を行っていきたいと思っています。どうぞよろしくお願い申し上げます。新型コロナの中で政治空白は許されない、その覚悟で安倍前総裁の後を継いで総裁総理に就任をいたしました。就任以来今日まで全力で駆け抜けてきております。私にとって今やるべきことは、何といっても新型コロナを一日も早く収束をさせ、安心と賑わいの日常を取り戻すことである、このように考えております。現在岡山県、広島県には緊急事態宣言を発出をいたしております。変異株が広がる中にあって、今が感染を食い止める大事な時期であります。しっかり対策を徹底をしていきたい、このように思います。また同時に対策の決め手になるのがワクチンの接種だと、このように考えています。私に先頭に立って全力で進めてまいります。先週から順次全国の自治体で接種が始まっています。皆さんのこの自治体や医療関係者のご協力をいただく中で、中国地方では全ての市町村において7月末までに高齢者の接種が終わる予定だということを聞いております。今後県連の皆さんの一層のお力添えを何卒お願いを申し上げます。新型コロナを収束させた上で、国民のために働く内閣として改革を進め、経済を成長させていきます。グリーン、デジタルにより新たな成長の原動力を生み出し、また地方で働く方々の所得を増やし、活力ある地を作っていきたいと思っています。さらに未来を担う子どもたちの政策をしっかり前に進めていきたい、このように考えています。秋までには総選挙であります。新型コロナを乗り越えて古き良き日本の伝統を守り、次の世代に引き継いでいくことができるのは私たち自由民主党であると確信をいたしております。党員の皆様と共に希望のある日本を作っていきたい、このように思っています。本日はリモートの対話でありますけれども、忌憚のない意見交換ができれば大変にありがたいと思います。どうぞよろしくお願いを申し上げます。